はい、最近転換はどんな感じですか？転換みたいなね、ぐるぐるまでキャンキャン。1週間、ここ1週間なくて。あ、いいですね、はい、やっぱりくるくる回るキャンキャンいいなと思うので、やっぱり自分の調子があるからね、強制してるんですよね、自分自身でね。こういうふうにこれ筋肉こうマッサージじゃなくて、骨から関節からこう背骨があって肋骨があって矯正するイメージ。あ、でも前よりもだんだんこの弾力性が、肋骨の弾力性ができると呼吸は深くなるんですよね。だから循環も良くなる。あ、やっぱちょっと右側ありますね。でも触りやすいわ。なんじゃこれ、触りやすい。第一ケースめっちゃ出てるし、これですね。で、右回りなんで右の方の第一ケースが出てます。あとはこれか。あー、痛い痛い。でもおとなしいね、俺には噛まない。あー、キャインって言った。キャインってやっぱ痛いんかな、少し。これ、ね、猫背じゃない、それがワンチャンズ。それが私はできないんですよ、噛んでくるから。僕は噛まれるので大丈夫。でもちっちゃいワンちゃんって、アタックしてくるだけでぐじっとは噛まないですもんね。はい、で尻尾をちょっと、あ、いや全然大丈夫です。でお腹上げて、あ、尻尾が下がってるの、まあ、こっち回りだね。ワンチャンズ、猫背じゃなくて猫背は、ね、猫にはいいんですけど、ここ痛いかな、股関節が。そこがちょっと見てみようかな。あら、こっち伸びるかな。お、伸びる伸びる。あ、いい感じ。痛いね。ね、人間も股関節。あ、こっちが右ですね。右の方が悪いな。はい、伸ばすよ。うわ、怒ってる。怒ってる。まあ、これだけで全然大丈夫です。まあ、頸椎がね、治ってるんで。この全然。まあ、前足はいいですけど、後ろ足はやっぱちょっと。調子悪そうな。おう、うん、うん、びっくりびっくり。はい、あ、これこれこれ、いいね、いい感じ。おとなしいね。なかなかいい感じですよ。あ、そうですか。はい、ここがだいぶ肋骨の弾力性がだいぶ出てきました。自分でのほら、犬って伸びたりするじゃないですか。はい、あれを、はい、昨日ぐらいから、うん、やりだしたと思って。あ、いいですね。それまでちょっとやってなかったんですけど、調子悪い時には。そうですよね、うん、なかなかね、足の位置本当はこうちょっと柔らかく柔らかくやるね。はいはいはい、腰を伸ばしますね。ストレッチ。あ、そうそう、これ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 、足がどんどん前に行くんですよね、はいはい、これを後ろの方に。ね、気持ちいいよね。で、まあ肋骨がめちゃ柔らかくなったな。人間もそうで、老化とともにこう肋骨が広がっていくんですよ。あ、そうですか。じゃあ呼吸が浅くなって循環も悪くなるんで、うん、はい、よろしいですよ。はい、はい、こうですよ。